乾燥していて雲一つない、強い風は収まってきたのか、日差しが暖かいですといったコメントいただきました。埼玉県越谷市のリポートです。このように今日は晴れて穏やかな空が広がっているものの、空気の乾燥が進んでいるといったコメントが多くなりました。その訳ですが、まずは天気図から見ていきましょう。今日は高気圧に覆われて、広く西日本や東日本では日差しが届いています。この暖かさで空気の乾燥も進んでいます。実際にこちらのデータも見ていきます。風向風速のデータです。特に関東は空気の乾燥が顕著でして、北西風が流れ込み山越え気流となって空気の乾燥が進みやすくなっています。データを見ていきますと、関東はですね、ジメジメ具合を見ていきますと 20% から 10% 台となっておりまして、周辺と比較してもパーセンテージが低めであるということがわかります。空気の乾燥が進んでおりますので、喉のケア、そして肌の保湿もしっかりと行ってください。